いつもサーコの韓流芸能ワクワクチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。韓国の人気俳優は日本の俳優と桁違いの年収と言われていますが、一体どのくらいの年収なのでしょうか。今回は2022年から2024年の韓国俳優の推定年収のランキングをまとめました。2022年韓国俳優の推定年収ランキングトップ5。第4次韓流ブームで日本でも韓国俳優に注目が集まっていますが、彼らは一体どれほど収入があるのか気になるところですよね。そこで今回は韓国俳優の推定年収をランキング形式でご紹介します。人気韓国俳優の推定年収上位5人を紹介。最近では BTS の活躍など世界的に韓国スターの人気が上昇中ですよね。韓国だけでなく国外にも活躍の幅を広げている彼らの年収とは一体どれほどなのでしょうか。また活躍している韓国俳優がたくさんいる中で一体誰が上位にランクインしているのかとても気になりますね。それでは早速トップ5から見ていきましょう。5位ナムジュヒョク。5位はドラマ25-21の放送が終了したばかりのナムジュヒョクさんがランクイン。188cm の高身長と少し垂れ目の可愛らしい顔が印象的な俳優です。そんなナムジュヒョクさんの推定年収は約9200万円と言われています。俳優業に加えて CM 広告やモデル、タレントとしてマルチに活躍されており、これらが主な収入源となっているようです。もともとは恵まれた体格を生かしモデルとして活躍されていました。しかし人気アーティスト、学童ミュージシャンのミュージックビデオへの出演をきっかけに俳優としての活動を開始します。レイや恋のゴールドメダル、僕が恋したキム・ボクジュへの出演で俳優としての実力が認められ、最近では次々に話題のドラマに出演。2020年に放送されたスタートアップ夢の扉では韓国のシリコンバレーを舞台に夢を追いかける若者を演じ、日本での知名度も上がりました。キム・テリさんと共演した25-21も人気ドラマとなり、これからますますお仕事が増えそうですね。4位パク・ボゴム。4位は女性のように可愛らしい顔と優しい性格で大人気のパク・ボゴムさんです。ファンからはボゴミの愛称で親しまれていますよね。そんなパク・ボゴムさんの推定年収は約1億2000万円と言われています。現在は俳優をメインとして活動をしていますが、もともと歌手志望で応募した大手事務所3社から合格をもらったという実力の持ち主。そのため現在も雲が描いた月明かりなど出演したドラマの挿入歌を歌ったり、歌手としての活動も収入源の一つになっています。映画の出演料は1作品で約4-5000万円と言われており、演技賞などの受賞歴が多いことが高い出演料の要因になっているようですね。高額年収と言われているパク・ボゴムさんですが、なんと2015年に自己破産しています。実はお父さんが昔事業のために行った借金の連帯保証人になっており、その借金の返済ができずに自己破産してしまったようです。3000万円の借金が数年で8000万円ほどまで膨れ上がってしまったのだとか。ドラマ恋のスケッチ応答せよ1988への出演で一躍人気スターになったパク・ボゴムさんに返済能力があるとして返済を迫られたそうですが、全てを返すことは難しかったようです。幼い頃にお母さんも亡くしており、複雑な家庭環境で育ちましたが、今は順調にキャリアを積んでいます。ファンとしては一安心ですね。3位ソン・ジュンギ。3位はドラマ「ヴィンチェンツォ」の出演で日本での人気が再燃したソン・ジュンギさんです。推定年収は約3億2300万円だと言われています。1年で3億以上稼ぐだなんて驚いてしまいますね。
ソン・ジュンギさんは2016年にドラマ太陽の末裔ラブ・アンダー・ザ・サンへ出演しました。太陽の末裔ラブ・アンダー・ザ・サンは紛争地域を舞台に繰り広げられる熱い軍人と医療奉仕団として派遣された女医のラブロマンスです。現在は離婚してしまいましたが、共演したソン・ヘギョさんと結婚したことでも有名ですよね。最高視聴率 41.6% の大ヒットドラマで、このドラマ出演後にソン・ジュンギさんの出演料は上昇したと言われています。特に中国での人気は凄まじく、中国ではバラエティ番組の出演料が1出演で2から3000万円と言われています。中国の女優チャンツィさんと共演した広告では2年間で4億の収益があったそうです。また最近購入した新居も話題となっています。財閥オーナーなど上位 1% の人しか住めないと言われている高級住宅街に、なんと地下と建設代で10億円以上する一軒家を建てたのだとか。セレブタウンとして有名なハンガムドンや韓国の六本木と言われるイテウォンが一望できる場所に位置しているとのことで、超高立地に新居を構えたようです。2019年にはホノルルのコンドミニアムも購入しており、その経済力の高さがうかがえますね。2位、コンユ。2位はコーヒープリンス1号店やトッケビ、君がくれた愛しい日々で主演を務め、日本でも知名度の高いコンユさんです。コンユさんの推定年収は約4億1000万円。2016年に出演したゾンビ映画新幹線ファイナルエクスプレスは韓国で1000万人以上動員する大ヒットとなりました。韓国では人気俳優を大勢キャスティングしてもせいぜい500万人動員できれば良い方だと言われており、1000万人動員したのはまさに偉業です。また同年に出演したトッケビ、君がくれた愛しい日々もヒットメーカーであるキム・ウンスクさんが脚本を務め、前は映画のようなスケールで描かれるストーリーや映像にアジア全土で支持を得ました。2016年に出演した映画とドラマが連続してヒットしたことから、これ以降ドラマや CM の出演料が上がったと言われています。コンユさんは国内企業だけでなく、ルイ・ヴィトンやエイスースなどの海外企業の広告にも起用されていて、1年間の広告による収入は7000万円に上るそうです。モデルのようなルックスとスキャンダルが全くないクリーンなイメージから、コンユさんを広告に起用したいと思っている企業が多いに違いないでしょう。2020年まで住んでいた家は韓国のビバリーヒルズと呼ばれる韓国の高級住宅街にあるマンションで、その購入価格はなんと2億円を超えていたのだとか。チェジュ島にも別荘を持っているそうですよ。1位、パク・ソジュン。栄えある1位に輝いたのは日本でも抜群の人気を誇るパク・ソジュンさんです。第4次韓流ブームのきっかけとなったイテウォンクラスで巨大企業への復讐に燃えるパク・セロイを演じ、日本での人気が爆発しましたよね。パク・ソジュンさんの年収はなんと約6億円だと言われています。総資産だと言われてもかなり高い金額ですが、これが年収だなんて驚いてしまいますね。パク・ソジュンさんは映画やドラマを中心に活躍されていますが、広告にもたくさん起用されており、日本でも餃子に似た韓国の食べ物ワンマンドゥの CM が公開され話題になりました。パク・ソジュンさんの広告出演料は約4000万円ほどのようですが、莫大な出演料を払ってでも起用したいほど人気が高いということでしょう。韓国では国民の男友達と呼ばれており、男女共に好感度も抜群です。またドラマの出演料についても、2015年のキルミンヒルミンや彼女は綺麗だったの出演料が当時すでに約2000万円だったそうなので、現在はもっと上がっていることでしょう。最近ではハリウッドにも活躍の場を広げ、人気アメコミシリーズマーベルの最新作への出演も決まっていますので、今後さらに年収が上がることが予想されます。推定年収1位であるだけに、住んでいるところもとても豪華なマンションで、2018年に購入した際には
5億8500万円という購入額が話題となりました。韓国でもベスト10に入る高級マンションと言われており、マンション内にはシアタールームやゴルフ練習場まであるんだとか。インスタグラムに自宅と思われる写真を掲載していますが、内装もとても洗練されていておしゃれです。また、集中豪雨で被害に遭った方やコロナウイルス感染者のために積極的に寄付なども行っており、ルックスだけでなく、その行動もとてもかっこいいですね。まとめ、いかがでしたか？今回は人気韓国俳優の推定年収をランキング形式でご紹介しました。皆さん、とても年収が高く驚いてしまいましたが、それだけ人気があるということもわかりましたね。これからさらに活躍する姿がますます楽しみです。続いての動画になります。引き続きご覧ください。韓国俳優2023年最新韓国俳優推定年収予想。皆さんは韓国の俳優さんがどのくらいお金をもらっているか気になったことはありますか？やはり世界的に人気が出てくると、韓国国内のみならず世界的にも活動することによりさらに年収も上がりますよね。今回は人気俳優さんの2023年最新版推定年収予想について徹底解析していきたいと思います。オンビン。最初にご紹介するのは韓国のキムタクことオンビンさん。1977年11月10日生まれで、2023年10月現在45歳です。1996年に芸能界デビューを果たし、2000年に出演した秋の童話が大ヒットとなり、数々のドラマや映画で活躍をしています。2002年には日韓合作のドラマのフレンズの主演を果たしたことにより日本で韓流ブームが到来しました。また2015年には女優のイ・ナヨンさんと結婚をし話題となりましたよね。絶大な人気を誇るオンビンさんの最新推定年収は7500万円と言われています。実はオンビンさんは現在俳優活動ではなく主に広告モデルとして活動しているようです。さらに夫婦でビルを所有し不動産経営をしているとか、2020年には新型コロナウイルスで家賃を払えなくなり苦しんでいる方々の家賃を値下げするなどの社会活動にも参加しました。イケメンな上に行動まで素敵で、まさに理想の旦那さんですよね。俳優活動は現在していないためファンにとっては寂しいですが、オンビンさんの幸せがファンの幸せでもあるので、俳優業を再開するまで待ちましょう。ナムジュヒョク。2番目にご紹介するのはナムジュヒョクさん。1994年2月22日生まれの2023年10月現在29歳です。2013年にファッションモデルとしてデビューを果たしました。その後数々のドラマや映画の出演を果たし、恋のゴールドメダル僕が恋したキム牧樹では女優のイ・ソンギョンさんとの共演でときめいたファンも多いはず。ナムジュヒョクさんは2023年3月に入隊をしたので現在は俳優業はお休み中ですが、最新推定年収は9200万円と言われています。2021年にはアメリカの経済専門誌フォーブスが選定した30歳未満のアジアで影響力のある30人に選ばれましたよね。同年には日本でも公式ファンクラブがリニューアルオープンしました。何よりも圧倒的なビジュアルと演技力が魅力的ですよね。現在は入隊中なので活動休止をしていますが、除隊後もモデルや俳優業、広告まで様々な活動を期待しましょう。パク・ボゴム。3番目にご紹介するのは国民の彼氏ことパク・ボゴムさん。1993年6月16日生まれで、2023年10月現在30歳です。約1年前に除隊してから変わらず人気を誇るパク・ボゴムさん。
また、先日はデビュー12周年ファンミーティングも終えたばかりです。そんなパク・ボゴムさんの最新推定年収は1億2000万円と言われています。2015年に韓国ドラマ「応答せよ」シリーズの第3弾「恋のスケッチ応答せよ1998」に出演し大ブレイク。同年には韓国音楽番組の MC も務め人気が加速しました。さらに2016年にはパク・ボゴムさん主演ドラマ「雲が描いた月明かり」が最高視聴率 25.3% を記録し大ヒットを果たしましたよね。ドラマでは挿入歌も披露し、日本でもチャート1位を獲得し、演技力が認められるとともに広告の起用数もトップになるなど、完璧なスターの座を上り詰めました。パク・ボゴムさんは2020年8月に入隊をし、現在は除隊をし、再び俳優として活躍しています。復帰後最初の作品「本当にお疲れ様でした」では IU さんと初共演をし話題を呼びました。日本でも人気を誇るパク・ボゴムさん、今後の俳優活動も楽しみですね。ソン・ジュンギ。4番目にご紹介するのはソン・ジュンギさん。1985年9月19日生まれの2023年10月現在38歳です。2005年に芸能界デビューを果たし、2010年に出演したときめきソン・ギュンガンスキャンダルで主要キャストに抜擢され人気を獲得しました。日本でもかなり有名なドラマです。2013年に入隊し、除隊後の復帰作となった太陽の末裔ではソン・ヘギョさんとのカップルがお似合いすぎるとのことで話題になりましたよね。その後2人はドラマ上ではなく実際にお付き合いをし結婚をしますが、わずか2年で離婚してしまいます。ドラマの共演をきっかけに結婚をした2人ですが、忙しくすれ違いが多かったことも大きな原因だったとか。2023年には元女優のイギリス人の方と再婚をし第一子も誕生しました。そんなソン・ジュンギさんの最新推定年収は3億2300万円と言われています。除隊後の作品「太陽の末裔」をきっかけに世界的に有名なドラマとなり、ソン・ジュンギさんの人気もさらに急上昇しました。ネットフリックスで配信された財閥家の末息子ではエリート役を演じ、韓国国内のみならず注目を集めています。パパとなったソン・ジュンギさんですが、今後の俳優業も期待しましょう。ダニエル・ヘニー。5番目にご紹介するのはダニエル・ヘニーさん。1979年11月21日アメリカ合衆国生まれで、2023年10月現在43歳です。ダニエル・ヘニーさんの父親はアイルランド系アメリカ人で、母親は幼い頃アメリカに養子に出された韓国人だとか。2005年のドラマ「私の名前はキム・サムスン」に出演したことをきっかけに人気が急上昇し、世の中に名前が知れ渡りました。日本でも放送され視聴者を魅了しましたよね。アメリカで生まれ育ったため初めは韓国語は話せませんでしたが、今では両親に通訳をするくらい流暢な韓国語を話すことができます。ダニエル・ヘニーさんの最新推定年収は3億5000万円と言われています。化粧品、自動車などの CM に出演し活動していましたが、現在はアメリカを拠点として活動をしています。また韓国でも数々のドラマや映画に出演してほしいですね。コンユ。6番目にご紹介するのは大人気俳優のコンユさん。1979年7月10日生まれの2023年10月現在44歳です。コンユさんといえば2007年に放送されたコーヒープリンス1号店で大ヒットしましたよね。もちろん日本でも大人気ドラマとなりました。人気絶頂となった中入隊をし、ファンとしては寂しい限りでしたが、
入隊中も国軍テレビ番組などで司会をするなど大活躍でした。除隊後もコンユさんの人気は変わらずで、2012年に放送されたビッグ愛は奇跡ミラクルでは5年ぶりに主演を務めました。さらに2016年には誰もが知っているトッケビの主演を務め注目を集めましたよね。40代でコンユさんは再び人気に火がつきます。そんなコンユさんの最新推定年収は4億1000万円と言われています。俳優業でも忙しいコンユさんですが、トッケビ以降では作品選びに慎重で、現在は主に広告や CM 枠などで活躍しています。またドラマや映画などに出演することを期待したいですね。パク・ソジュン。最後にご紹介するのはイテウォンクラスで大ヒットとなったパク・ソジュンさん。1989年12月16日生まれの2023年10月現在34歳です。パク・ソジュンさんといえば韓国の YouTuber のススさんと熱愛報道が出たことでも話題になりました。人気絶頂の人気俳優の熱愛でもあり、驚いた方も多いのではないでしょうか。パク・ソジュンさんの最新推定年収は6億円と言われています。様々な作品に出演しかなり稼いでると言われてますが、パク・ソジュンさんはソウルの高級住宅地にあるチョンダムドンの一等地にあるサンジュリッチュビル回路ルームに住んでいて、約5年前の2018年に日本円で約5億相当の価格を現金一括で購入しました。現金で一括購入をするというクールさにも魅力を感じますよね。さらにそれだけではなく、新型コロナウイルス増大による寄付や大震災による寄付など寄付活動も積極的に行っているとのことでも有名です。ザ・マーベルズに出演しさらなる人気を誇るパク・ソジュンさん、今後の活躍にも期待していきたいですね。まとめ、いかがでしたか。韓国で人気の俳優推定年収はやはり気になるところでしたが、人気であればあるほど年収は上がっていますよね。今回紹介した俳優さんを上回りそうな人気若手俳優さんもいるので、今後の俳優界の行方も楽しみですね。続いての動画になります。引き続きご覧ください。2024年最新韓国俳優の年収ランキングトップ10。韓国芸能界で活躍するトップスターたちは裕福な生活を送っていることでしょう。一体いくら稼いでいるのか気になりますよね。今回は主要な韓国俳優の直近の年収を推定し、照準のランキング形式でご紹介したいと思います。対象は男性俳優のみで、 K-POP アイドルや女優は含まず、保有資産の運用等による事業収入も除いてますのでご承知おきください。10位、パク・ヒョンシク。最初にご紹介するのは推定年収額第10位のパク・ヒョンシクさんです。1991年11月16日ヨンイン市生まれの32歳。憂いを帯びた眼差しで多くの女性の心を射抜く妖艶で上品な王様役が本当にハマり、時代劇が似合うイケメン俳優です。2010年、ボーイズグループゼアでデビューすると、2011年にはミュージカル「狼の誘惑」で舞台デビューを、また2012年に「愛の贈り物」でドラマデビューも果たしました。さらに2014年に放送され高視聴率を記録したドラマ「家族なのにどうして」の出演で注目され、 KBS 演技大賞でナムジヒョンさんと共にベストカップル賞を、また男性新人演技賞も受賞しています。そして2016年の時代劇「ファラン」では初めての時代劇挑戦とは思えないほど威厳ある雰囲気で王の姿を繊細に演じ好評を得ました。そんなパク・ヒョンシクさんの
直近の推定年収は4300万円と言われています。主な収入源は俳優業と歌手業のみのようです。9位イホンギ。続いてご紹介するのは推定年収額第9位のイホンギさんです。1990年3月2日ソンナム市生まれの34歳。歌手タレントとしても活動し、知名度も高くマルチな才能を発揮する俳優です。2002年、マジックキッド祭りに子役として出演しデビューすると、2009年にイケメンですねで久しぶりに本格的なドラマ復帰を果たし、日本でも大ヒットして一躍スターに。また2010年に人気ロックバンド FTI ランドとして日本メジャーデビューすると、2011年のドラママッスルガールで日本でも俳優デビューしました。そんなイホンギさんの直近の推定年収は5000万円と言われています。主な収入源は俳優業、歌手業、タレント業となります。8位イミンホ。3番目にご紹介するのは推定年収額第8位のイミンホさんです。1987年6月22日ソウル特別市生まれの37歳。韓国版花より団子の主役に抜擢されブレイクし、新四天王とも呼ばれている俳優です。2003年ドラマ死者誤入で俳優デビューし、2004年ノンストップ5、2005年恋するレシピといったドラマに出演しますが、2006年に交通事故で重傷を負い1年間活動を休止。その後2009年にドラマ花より団子で主役に大抜擢されると、ペクサン芸術大賞テレビ部門男性新人演技賞を受賞し、一躍スターの座をつかみます。さらに2011年に主演したシティハンターがアジアで大ヒットし、花より団子とともにヨーロッパでも放映されるなど海外での知名度も上げました。そんなイミンホさんの直近の推定年収は5000万円と言われています。主な収入源は俳優業のみですが、最近の主演作2020年のザ・キング永遠の君主の1話あたりのギャラは約2000万円以上だったとされています。また中華圏で人気が高く、2015年の中国イベントでは15分間の出演で1億円稼いだことが明かされており、もっと上位に食い込める実力があるようです。7位イヒョヌ。4番目にご紹介するのは推定年収額第7位のイヒョヌさんです。1993年3月23日アンヤン生まれの31歳。スター子役出身で国民の弟と呼ばれたこともある俳優です。2004年にドラマ裏ブラブルーちゃんで子役デビューすると、2007年の時代劇大恩詩人記や2008年のデワンセジョンで青少年演技賞を受賞し注目されました。また2009年時代劇孫独女王に出演し、さらなる注目を浴び国民の弟と呼ばれます。このように子役で常に主役もしくは準主役の子供時代を演じるなど重要なポジションを担ってきたスター子役ですが、その後は子役のイメージを払拭することに苦労します。しかし2013年に出演した映画シークレットミッションの大ヒットとともに子役のイメージから脱却することに成功。そして2017年のドラマ彼女は嘘を愛しすぎているでブレイク。最近では2022年のネットフリックスドラマペーパーハウスコリアに出演し、世界的にも知名度を上昇させています。そんなイヒョヌさんの直近の推定年収は6500万円と言われています。
主な収入源は俳優業のみです。6位オンビン。5番目にご紹介するのは推定年収額第6位のオンビンさんです。1977年11月10日カンウォンドチョンソン郡生まれの47歳。韓流ブーム黎明期の立役者の一人で元祖韓流四天王と言われた俳優です。1996年にテレビ局のオーディションに合格しデビューすると、2000年のドラマ秋の童話が大ヒットしブレイク。また2002年に日韓合作ドラマフレンズの主演を務め、2005年にはIT 関連企業の CM にも出演しています。そして2010年公開の主演映画アジョジが同年度の韓国興行収入1位を記録し、自身もテジョン賞の男優主演賞を獲得しました。そんなウォンビンさんの直近の推定年収は7500万円と言われています。主な収入源は俳優業、モデル業、CM、イベントと多岐にわたりますが、現在は CM やイベントでの活動が主なようです。また、広告収入だけで数千万円だと言われています。はい、ナムジュヒョク。6番目にご紹介するのは、推定年収額第5位のナムジュヒョクさんです。1994年2月22日、釜山広域市生まれの30歳。モデルからバラエティまで幅広く活動できる若手俳優です。2013年ファッションモデルとしてデビューすると、2014年金魚姫で俳優としてデビュー。またバラエティ番組学校に行ってきますに出演し、一気に知名度を上げました。そして2015年恋するジェネレーションで初の主演デビューを果たすと、2016年恋はチーズインザトラップでクォン・ウンテキ役を演じました。さらに同年レイ花燃えゆる8人の王子たちや恋のゴールドメダル、2017年にはハベクの神父に次々と出演し、多くの視聴者の好評を博し、海外でも次世代韓流スターとして大きな人気を集めました。また2018年映画アンシジョングレートバトルでスクリーンデビューを果たし、韓国映画評論家協会賞をはじめとする数々の新人賞を受賞しています。そんなナムジュヒョクさんの直近の推定年収は9200万円と言われています。主な収入源は俳優業、CM 広告、モデル業、タレント業と多様で、多彩な若手俳優だけに今後もさらにキャラや収入が上がると期待されています。4位パクボゴム。7番目にご紹介するのは推定年収額第4位のパクボゴムさんです。1993年6月16日ソウル市生まれの31歳。時代劇だけでなく現代劇でも爽やかな笑顔が魅力で、見る人を虜にする俳優です。2011年に映画ブラインドで俳優デビューすると、2014年のドラマのダメカンタービレ、ネイルカンタービレで天才チェリストイユヌを演じました。そして2015年若手俳優の登竜門となった恋のスケッチ応答せよ1988に出演し、ブレイクして国民の弟と呼ばれます。2016年主演ドラマ雲が描いた月明かりが最高視聴率 25% を記録し大ヒットすると、実力を認められ CM 起用者数もトップになるなど、スターの座に上り詰めます。また国民の彼氏とか国民セジュなど様々な呼ばれ方をしました。さらに2018年のドラマボーイフレンドでソン・ヘギョさんとのカップル役を演じたことが
爆発的反響を呼び、以降彼が紹介されるときは国民のボーイフレンドと前置きされるようになったのです。そんなパク・ボゴムさんの直近の推定年収は1億2000万円と言われています。主な収入源は俳優、歌手、モデル、CM 広告、イベントと実に多様です。ちなみに彼の映画出演料は約5000万円とも。今最も人気が高い若手俳優で、演技大賞などの受賞歴も多く、出演料がどんどん上がっているようです。3位、孫純義。8番目にご紹介するのは推定年収額第3位の孫純義さんです。1985年9月19日、デジョン広域市生まれの39歳。ソン・ギュンガンスキャンダルで注目を浴びた新韓流スターです。2008年に映画サンファジョム運命、その愛で映画デビューすると、2010年には人気ドラマときめきソン・ギュンガンスキャンダルの主要キャストに抜擢され、人気を獲得しました。また2012年のドラマ優しい男、映画私も狼少年に出演し大ブレイク。2015年、女体後初の作品である太陽の末裔で主役を務め人気を博し、2016年 KBS 演技大賞の大賞を受賞しました。そんな孫純義さんの直近の推定年収は3億2300万円と言われています。主な収入源は俳優、CM 広告、イベント出演などです。2016年の太陽の末裔の爆発的な大ヒット以降、ギャラが大幅に上がったそうです。彼の出演料は2019年ドラマ「アスダル年代記」で1話あたり約1800万円、2021年ドラマ「ヴィンチェンツォ」では1話あたり約2000万円と推定されています。また彼は中国でも人気が高く、バラエティ番組では1出演約3000万円、中華圏ファンミーティングでは約3億円以上を得ると言われています。2位、ゴンユ。9番目にご紹介するのは推定年収額第2位のゴンユさんです。1979年7月10日、釜山広域市生まれの45歳。コーヒープリンス1号店で大ブレイクし、国民の4大公共財の一人と言われる大人気俳優です。2001年に学校4で俳優としてデビュー。その後ドラマや映画の脇役として活躍し、2007年29歳の時に出演したドラマ「コーヒープリンス1号店」が大ヒット。この作品を通じて演技力が認められ、 MBC 演技大賞で優秀賞を受賞しました。その後2017年「トッケビ」で人気は不動のものに。また2011年の「トガに幼き瞳の告発」や2016年新幹線ファイナルエクスプレスなど映画にも多数出演しています。そんなコンユさんの直近の推定年収は4億1000万円と言われています。主な収入源は俳優、モデル、CM 広告、イベント出演と多岐にわたります。ちなみに2019年の広告モデル人気ランキングでは1位に選ばれるほどで、広告出演料もトップクラスと言われています。韓国企業だけでなく海外企業からも起用されており、1年間の契約料は約7000万円になるそうです。1位、パク・ソジュン。最後にご紹介するのは推定年収額首位のパク・ソジュンさんです。1988年12月16日、ソウル市生まれの36歳。ドラマや映画などで大活躍する韓国を代表する人気俳優です。
2011年にパーフェクトゲームでスクリーンデビューすると、2012年ドラマドリームハイ2で本格的な演技活動を始めます。そして2014年魔女の恋愛でヒロインに一途に思いを寄せる年下男子を演じブレイク。以降主演するラブコメドラマがヒットし続け、ラブコメの神と呼ばれるようになります。また韓国ではその親しみやすさから国民の男友達とも呼ばれています。さらに2020年イテウォンクラスではラブコメのイメージから一新、絶望の淵に立たされながらも正義感と意志を貫く主人公を演じます。この作品はネットフリックスオリジナル作品として世界配信されたことから日本でもブームとなりました。そんなパク・ソジュンさんの直近の推定年収は6億円と言われています。主な収入源は俳優、モデル、YouTube、CM 広告、イベント出演と多岐にわたります。ちなみに広告出演料は約3500から4400万円と言われ、また2015年のキルミーヒールミーと彼女は綺麗だったの出演料は約1億8000万円で、現在はそれ以上あると言われています。まとめ、いかがでしたでしょうか。てっきり四天王とか国民の公共財、あるいは1億俳優と呼ばれる人が名を連ねるのかと思ったら、30歳代が8名と若い世代が多いのでびっくりしましたね。また近年はネットフリックスなど動画配信サービスの普及で世界中から大きな収益を得ることができるので、意外な人がトップに躍り出ることも可能です。2025年はどんな稼ぐ男が現れるのか今から楽しみですね。いかがでしたでしょうか。今回は韓国俳優の推定年収をまとめました。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。